皆さんどうもこんにちは、大学連続課の島崎優斗です。今日コラボ依頼がありまして、今年音大に入るだよね、4月から。そう、4月からなんとね、武蔵野音大の打楽器の専門で入る斉藤優太くんと一緒にちょっとだけ演奏動画ね、撮らせていただきました。はい、で今ガチガチに緊張してるんですけどすいません、まあ、緊張するよね。緊張してます。緊張するよね。うん、ありがとうね。うん、ということで、もともと YouTube 見ててくれたじゃん。はい、一番最初に見たのはロボコプラネットのメドレーみたいなやつ。はい、はいはい、ピアノとマリンバでやってるやつ。途中小太鼓叩いたりするあやつ。なるほどなるほど。で、最初に見て、うん、で、YouTube のチャンネル行ったら、そこでそのグレンの弓矢とか一回見たことがあるものがあって、で、あ、同じ人だったんだっていう。あ、なるほどね、うん、この人がこれもやってたんだみたいな。ああ、それでだからそこからチャンネル登録もして、でマリンバカットの紹介動画とかも見て。あ、電子マリンバの。電子マリンバ。ありがとうございます。いろんな演奏動画とかそれこそアンサンブルも自分やりたいなと思って。ああ、打楽器アンサンブル。はい、あ、問題入っていろいろ、はい、まあ、っていう将来有望な若者ですので、でも自分の YouTube チャンネル持ってるじゃない。一応、はい、あんまりちょっと精力的に活動してないんで。そうだね、そうだね。そうそうそう、ちょっとずつしか上げてないんで。うん、まあ、でも前から見てくださってて、 YouTube のチャンネル名を僕聞いた時に、あ、この人、あ、あの人かみたいな。よくコメントとか、配信とかも来てくれるじゃん。はい。そうそう。だから、あ、この人かと思って、しかもこの人、武蔵野音大入ったんだと思って、結構びっくりしたんですけど、YouTube 結構見る？ YouTube、時間があるときはって感じです。なるほど、なるほど。なんか、音楽系の YouTuber の人で、もしおすすめの人いたら、ちょっと今日教えてほしいなと。僕結構ピアノの演奏とか知ったりとかして、ジャズピアノで、それこそ有名な動画だと、なんかバーでバレずにファミマの入店音をジャズっぽく弾くみたいなので、菊池亮太さん、はい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 、菊池さん、なるほど、の動画は、まあ、上がるたびに、まあ、島崎先生もですけど毎日上がるたびに見てます。はいはいはい、はい、といいですか、この他のチャンネルの宣伝。ああ、全然全然。まあ、あとやっぱりその吹奏楽でドラムやってる上で、そのドラムの知識がもう少し欲しいなって思った時に、その YouTube で、まあ、いろんな人がドラムのレッスン動画上げてるんですけど、レイ先生っていう、ドラム教室スクルドっていう、はい、ゴスペルチョップスとかもう32コンプで叩き込んだりとか、まあ、自分全然踏めないんですけど、ツインペダルについてとか、もうロックとかいろんなジャンルのドラムについていろんな知識を教えてくださる先生で、最近は結構生配信もやっぱりその先生もされてて、もう70回以上されてたかな。ちょっと確かレイ先生、平仮名令和のレイです。あ、なるほど。今日ちょっと教わったやつ概要欄貼っとこう。俺も調べる。ピアノが菊池さんでドラムがレイさん。レイ先生の11回ぐらい の生放送のところで、僕、うん、まあ、コメントしたんです。その時初めてコメントしたんですけど、うん、島崎先生と同じようなリアクションで、中指心面白い名前だったんじゃない感じで先生が取り上げてくださって、で、それで生放送 その生配信の中で、そのなんかちょっとこういうチャンネルは面白そうだからチャンネルに行ってみようって言って、まあ、その頃、ちょっと、もし初めて知る方、僕今中指ほくろ、打楽器、指パッチン、ドラムとかなんかそういうのになってるんですけど、その頃中指ほくろ、指パッチン専門チャンネルっていう、ちょっと、またさらにちょっと変わった名前でやってます。概要欄貼っときます。まあ、ちょっと名前は今、打楽器とかも増えてきてちょっと突っ込まれちゃって、まあ、指パッチン専門チャンネルで、まあ、その、まあ、話戻りますと、レイ先生にその取り上げていただいて、でそこからまた何人か見てくださって、見てくださる方も増えまして、でだからレイ先生にやっぱりものすごく感謝してて、チャンネル登録もそのレイ先生していただいてて、僕がドラムソロの動画を初めて YouTube に自分のチャンネルのちょっと前の多分半月ぐらい前のところに初めて開けたんですけど、そこにもコメントをくださって、優しい、なんかもう本当に嬉しくて
でしかもその生配信の時最初わあ指装置すごい早いやんっつって、そのまんまツイッターの方に宣伝をさらにしていただくこともして、拡散してくれたんだ。拡散してくれました。で、まあそれもあってやっぱり知名度も、まあ、知名度って言えるほどないんですけど、まだチャンネル登録者数も65人しかないんですけど、はい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 、それでもいろいろ見ていただいて本当に感謝しています。レイ先生ありがとうございます。レイ先生ありがとうございますありがとうございます他にいる？他に音楽系ですか？音楽系、俺実はね YouTube 自体だからやるようになってからここ最近見るようになってて、あんまりね知らないんだよ、ね、知りたいなと思ってこの人おすすめみたいな。結構加藤大輝さんは僕はもうすごい見てます。あ、大輝ね、大輝は僕も見てます最近結構リブラフォンでのなんかソロ演奏とか上げたりとかされてて、それも本当に。あと17で配信もやってるよね確か。ああそうなんです。僕は配信の方は僕あんま見てない。そう、17アプリで、加藤大輝生配信多分してると思いますので、よかったらぜひご覧ください。僕も見ますすいませんいえいえ。あとある？なければないでもいいけど。そうですね、だけどやっぱ一番が島崎島崎先生で、あとレイ先生と、まあそうですね、一番左のところに島崎先生がいる。左のところ、なんか関連度が高い。あ、そんなのあるんだ。んそのチャンネル登録してる人 のチャンネル登録したチャンネルのそのなんかその関連度みたいな。へえ。まあスマホの方で、うんうん、一番こっちに島崎優斗の音楽室。あ、サブか。ありがとうございます。本当に。なんでだから音楽家って言われてちょっともう頭の中、7、8割ちょっと島崎そうまあだから逆に僕も YouTube やってなかったら多分ね僕のこと知らないと思うし、はい、知れてやっててよかったなって、お互い良かったよね、はい、YouTube やってよかったですあじゃあちょっと僕もレイ先生見るわ、見る。あで概要欄載せときますので、ドラムとかねちょっと知りたい人見てみてください。専門的なとこまでいろいろ得られてる。じゃあ、そっかそっか、じゃあいいな。僕ももしかしたら知らないことあるかもしれないから、見てみます。はい、ということで斉藤裕太くん、でした。これから武蔵野音大の1年生、はい、1年生、将来を楽しみにしてます、はい、頑張ってください。本当にありがとうございますありがとうございます、大学の演奏家の島崎裕太でした。ありがとうございました。ありがとうございます